フリーキックで直接ゴールを決めた本数は J1 でナンバーワン最多の22得点、正確なこの左足ですが、ここは抜けていきました。まあ、立ち上がりですね、こういうシュートで終わるというのはね、一つチームに流れが生みますよね。そうですね。松田のダイレクトのクロス、こぼれたところ、そうだ狙うか、左かわしてここでシュート。副島さん、ソーザの得意なプレーはあのシュートフェイントなんですよね。そうですね、まあ、いったねこぼれ球に対してのねミドルシュートはね脅威ですよね、ここで一旦狙うと見せかけて一つずらしましたよ ね、 ここで中村俊輔からボールは戻っていきました。アダユートセンターのポジションから打っていった、ゴールキーパーキムジンヒョン、ナイスキーパーですね。そうですね、アダユートもね振りが非常に小さかったんですね。ジュビロにビッグチャンス、ゴール前に入ってきた、落としたホイッスル、今競り合いのところで大井と誰かが接触ありましたかね。そうですね、川又でしょうか。ご覧のシーンです。あ、腕を使って、ね、なるほど乗ってますね。そうですね、ジュビロのビッグチャンスをしのいだセレッソ、さあ縦に出した、戻して山口蛍、ワンタッチで松田に合わせる、アーリークロス出てきた、振り戻す、ファーサイドに位置していますが、そこから動き出しています。このタイミングで蹴ってきた、ゴール直接入ろうかというところ、なんとかヘッドでクリア、セレッソ。さあホイッスルが鳴りました。右足だ、カミンスキー、いいセーブを見せました。そして今のソーザのフリーキックです。壁を越えた瞬間にどんな状況になっていくか。これはゴールマウスを捉えることができませんでした。ワンタッチプレーというのは非常にこの時間帯少なくなってますよね。そうですね。さあその中で関口へのボール、左足で打ち込んだ、こういうプレーですね。そうですね、ダイレクトプレーがあれば一気にビッグチャンスになります。今の関口から杉本健雄、スルーしたところ柿谷、山本浩介出てきた、こぼれ球、左足のシュート、最後ムサエフ。少しずつ何かが起きそうな、そんな雰囲気も出てきました、このヤンマースタジアム長居。川又が潰れた後、このムサエフでした。マテイ・ヨニッチ、ホイッスル、セレッソ大阪、3年ぶりの J1 の開幕戦は0対0です。そしてジュビロ中村俊輔のデビュー戦、そのフリーキックがゴールマウスを捉えることはありませんでした。しかし随所にらしさを見せています。